高校時代のあだ名は牛島番長だった選手。牛島和彦。79年のドラフトで中日からの1位指名で入団。1年目の80年から1軍で登板し2勝を挙げ、81年は中継ぎとして1軍に定着。82年はリリーフエースとなり、17セーブを挙げてチームのリーグ優勝に貢献。セーブとの日本シリーズでは4試合に登板。第3戦ではシリーズ初勝利を記録し、第4戦ではシリーズ初セーブを記録。83年は昨年痛めた肘の影響でリリーフ失敗が続き、その後先発に回り10勝を挙げたよ。84年は抑えに戻り、29セーブを挙げ最多セーブ投手となるよ。そして86年オフに、ロッテの落合と1対4の大型トレードで移籍。87年は2勝24セーブを記録し、最優秀救援投手のタイトルを獲得。88年は25セーブを記録し、最多セーブ投手。89年は先発に転向し自己最高の12勝。しかし90年には血行障害でほぼ1シーズンをリハビリに費やし、92年の4月に3年ぶりの勝利を完投勝利で挙げ、93年に現役を引退したよ。ご視聴ありがとうございました。